検定 TV の、Wii のクイズ大会も今回がなんと最終回です。ありがとうございました。あ、何もしゃべらん。あ、しゃべる。もうダメです。余計なことしゃべると罰ゲームになるんで、もう絶対しゃべんないです。フォーン！ミキもいます。あれあれ。みんな罰ゲーム、罰ゲームって言うけど、だから、何回も言ってるように成功すれば、お金をあげるって言ってるじゃないか。だったらもうちょっと、せめてにこやかな笑顔をして、本当に愉快な気持ちにさせるぐらいしたらどうなんだと、言ってんだよ、ゴキブリ。これ、クソムシ。クソムシって言われてますよ。こういう番組なんですよ。なんか言いましたこの端の。コンビニみたいな。なるほど。ちょっとあれだな。双眼鏡で見ないとちっちゃくてわかんない。なんかこう、なんか。あ、ということで、細かいルールは前々回は参照。10問正解すれば、3万7000円。減ってるよ。減ってる。1万ぐらい減ってるよ。1万なり減ってるやん。一応説明しますけども、10問正解に近づけば近づくほどそこで外れた時の罰ゲームも重くなる、これは脚立方式と呼んでますが、登れば登るほど近づくけどでも落ちた時は大変。うまいよな、ね、うまくない、うまくない、うまくないです。基本的にはなんかなんだおい。今回はそう、今回は最終回だから大チャンス、なんと6問正解で、君の担当に、なんと、お金をあげます。いくら、いくら。いくら確か4万いくら。まあ、減ってへんの。5万じゃない。毎回なんで減ったりするの。しょうがないね。使ってないでしょ。しょうがない。いくらでも欲しいでしょ。いや、俺たっぷりもらってるから。さすが、さすが、頼もしい。さすがだ。じゃあ、2日間で決定。これ、お金本当もらえるの。あげますよ。誰がもらえるの。制作機関であるそうです。おそう。インター TV チャレンジャー。いやーどうもどうも。おっと危ない。殴られちゃう。キテさん、ご実家はどちらに？今実家は神奈川。神奈川。じゃあ神奈川県でチャレンジしていただきます。さあどうぞ。おお、引き場しましたよ。いきなり来た。横須賀市、京都の味で団子もあるんだ。もう一問。いいですよ、6問正解すればいいんですから。知ってました？これ、ヘラヘラ団子。第2問。箱根17湯の一つ、ウバコ温泉は温泉で珍しい部位の出荷に効能があるということです。どの部位でしょう？口、鼻、目、耳、鼻。あららら、やべえ、正解目ですよ、目。へぇーへぇって、あんまり知らないですよ、私。わかんないね。あら、あ、これなんかトラマンとかちょっと好きそうじゃないですか。あ、やっぱり、あ、やっぱり、これわかるなぁ。ただね、あんまりポン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 正解されちゃうと後で編集苦労します。ちょっとそこら辺、トルヨーザ的視点でちょっと気遣っていただけるとね。有馬温泉、お、これ有名ですよね、有馬温泉は有名だけど、神奈川にも3つ、はい、これじゃないの？あれ、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 あとの1問、あ、違う違う、あと1問間違えれるんだ、これ。まだ、ちょ、これもう一回やんねえか。どうぞどうぞ。ほら、小田原漆器、その最大の特徴は次のうちどれでしょう。これ有名じゃないですか。小田原漆器って大きいだもんね。え、木目を生かした漆塗り、うん、え、現在の木材を、あ、時間ないですよ、時間ないですよ。あれ、ちょっと、これ、やばいなぁ。もうこれダメなの？あと1問ミスったら終わりっすよ。なんだよ。山島さんの具は何を卵で、おい、来たよ、来た、ここまでやっぱ考えてる企画の、こっからもう全部ですからね。箱根宮ノ下温泉にある宇治ホテルの別館、菊花、もう消しょ。これか？おっ、おっ、すごい！見せるねー！来てますよ、来てますよ、盛り上げますねー！さすが、ビマン！ねー！三浦市の伝統行事、チャッキラコ。この伝統行事を行う神社はどこでしょう？チャッキラコですか？チャッキラコ。これ来るなぁ。これ来る。これか。あー！いや、俺でもさ、神奈川じゃないんだよ。なるほど。おお、実家は神奈川にあるけど、
俺の故郷は沖縄なんだ。あれあれあれ、行かれそうかと思ったんぜ、普通は。あ、そうだ、そう、一心二心だもう、愛着はあるんだ。俺と北谷さんの中っすね。マジです、6問です。6問正解したら、だいたい4万円ぐらいのお金が来てるのに、懐に転がり込むと。そういうことですよ。4万あったら何しますか。親孝行する。いや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 じゃねえ。言うことが違うわ。何ないこれ。出た、沖縄県の方言で、ゆへでビールとはどういう意味でしょう。これわかる。これわかるでしょ。暮らしてたんだったら。方言なんかお寺もんじゃないし。15歳まで暮らす。わあ。ありがとうです。ありがとうって。ゆへでどういう意味ですか。ゆへでビール。イントネーションは。ありがとうって俺の中にないからな。全く聞かれてないな。岩崎クセゼミ、クサゼミ、日本で一番どん大きい。なんだよこれは。ダメです。日本で一番小さい、真逆でしたね。なるほどね。いやなんでこれをってやばい。なんで沖縄県選んだのかってぐらいは出てきましたね。ウージ。あ、これなんか聞いたことあるじゃないですか。歌で聞いたことある。ああ。もっからですか、もっからですか。ウージの森ですよ。ウージの森だ。あったあった。島唄。ありましたね。おれ。あ、これ知ってる。これ知ってる。俺知ってるわ。これ。俺知ってるよ。俺これ知ってる。知ってる。あ、魂。これ魂。ほら。やばいぞ、北さん。神のだよこれ。さっきとさ、全く同じじゃないですか。3番目に正解して。狙ってますよ、として。アバサー。おまんぼうか？マンボウ。なんだよこれ。ハリセンボ。僕が間違ったら終わるぜこれ。ここで当たったらまた面白くなっちゃうよ。これだな、これ。これだ。おい。こっから逆転？来た、来るよ。来る。全世界でまだ行きますから。茶壇めぐみ温泉には沖縄発されているものは何でしょう？露天風呂、ミストサウナ、岩盤浴、ヒーリングプール。さあどれ？露天風呂じゃねえの？ちなみにどれだと思う？あだあだ。あらあれこれプール。もうダメじゃない。いや、正直、正直これは間違ったこと言っちゃったな。あれ母親の実家が鹿児島なんで。鹿児島。違う、本当それやろうと思ったんだけど、間違えて隣。俺沖縄選んじゃった。なんで言わなかったの。いや、いいですよ。ありますか、鹿児島。おう、行きましょう。なんだかんだ言ってね、3回までね、6問くらい確率的に正解しますから。あ、これ分かりやすいですね。鹿児島ですから、なんせ、ほら。よく乗ってたんじゃないですか。乗ってたでしょ。思い出してください。いや、俺、逆の半島だったんだよね。逆の半島がもうよく分からない。ああ、ベタなとこ行きましたね。え、で、今、携帯なんだったの？桜島の西端にある自然公園で。あ、よく遊んだんじゃないですか。ああ、何の模型じゃ大人気ですからね。子供に大人気って言ったら俺も大体わかるでしょ。恐竜じゃないのこれ。おほら、おい、やっぱ遊んでましたか。いや、桜島はもう行ったことない。鹿児島の代表的に、あ、おはら節ありますね。花は霧島、タバコは昆布、燃えて上がるはおはら。ああ、わかったわかった、これ。あ、俺これ知ってる。これね、これじゃないか。いや、これかな。時間がない。いや、これ、時間ない。あ、これ桜島なんですよ、確かに。ほら。ね、長町の歌にあった、これ。そう、行ったもん、鹿児島。桜島ライブに。アクネ大島。観光客に喜ばれてる野生動物は何でしょう。アクネって結構いろいろ今話題になってる市長の名前。あれ市長の名前。アクネ市。ここ。これ馬じゃねえか。市長ってねえ、大丈夫。猫とかさ、珍しい。時間がない。あと1問です。あと2問です。時間とか言うなよ。あるんだから、そこ。俺だって見えてんだよ。本当に見えてます。大丈夫ですか。お。短いな。徳之島ってあれじゃん、基地が今、移設なので。どこかどうやってもいいから、当てられないよ。そういう感じはいらないですよ。タマナ。大丈夫な、今、タマナです。タマだろ、これタマネギじゃねえの。おぉ、大丈夫。いやもう間違えられない。もう間違えられないよ。またここで追い込まれた。これ知ってるの、あんま意味ない。キャベツね、タマナのようなキャベツとか言うじゃないですか。南九州市知覧町で作られる、あ、知覧って有名じゃないですか、特攻隊の。駒じゃねえの、駒。深さは。
傘が通常と違った使い方もできる。これでも限られてくるんじゃないですか。提灯か。あ、いいんじゃないですか。おー、知ってんの。いやいや、なんか提灯っぽいじゃないですか。あ、まだいけますよ。逆に他のが、ま、いや、もう分かんない。有村温泉はある事情で現在利用されていません。どういう理由で使わなくなってるでしょう。武家宿なんだと思う。多分火山じゃないかな。どうかな。もっと話題なんだ。鹿児島ね。これじゃないか、これ。あ、なんかありそう。ああ、ダメだ、ダメだよ。いやー悔しいな、これ。悔しいですか。うん、面白いね、これ。タッチパネル。なるほど、なるほど。限界のようなんで、一回行きましょうか。お疲れー。いやいやいや、なんでこっち誰も見ねえんだ。一応に下を向いてるじゃないですか。今井くん。今井くん、あーかーしまれ、やったな。そうだね、野口くん。あー、いや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 、まさかこれは焦げてる。痛い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 。始めろ、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 スタート。よし、行くぞ。よし、行くぞ。大丈夫？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。藤子ちゃん。ずいぶん太ったったけど。藤子ちゃんなの？限定TV よろしく。これ、これきつい。限定 TVV はですね、チャレンジモードを挑戦しているところを写真に撮って、メーカーに送ってください。そうすると、名産品が抽選でプレゼントされます。で、名産品は、もうこれちょっと毎週違うので、もうちょっとこれきついそれは、ホームページで、公式ホームページで確認してください。よくわかった。ありがとうございます。とんでもないです。じゃあどうもありがとうございました。あ、これもダメだ、これもまずいまずいまずい。皆さんありがとう。また限定 TV の世界でお会いしましょう。これはきついな。すげえ汗かいて。